では本日の、内容ですが、今内田先生からもお話しいただいたように術後の進め方についてお話をさせていただきます。特にFI の、FI コレクション後の話が中心になります。アカデミックな、話じゃない部分も多くあるんですけども、私が臨床で感じていることを率直にお伝えできればいいかなと思います。よろしくお願いします。まず最初に、今日の内容ですが、術後のプロトコールの概要を説明いたします。そして、中にはプロトコールの通りにいかないケースも、多々あると思います。そこで各フェーズで遭遇しやすい課題として、今日は1から4の例を、挙げています。で、1番目は、関節の不安定性や癒着の予防、保養改善の対策で、次に屈曲可動域制限への対策で、4番目にクロスモーション機能の獲得という、これらの課題に対する私が考えている、対応策を提示していきたいと思います。リハビリは5つのフェーズに分けて進めていきます。フェーズ1では消炎鎮痛、組織の保護、拘縮予防、フェーズ2では可動域の正常化、フェーズ3ではスポーツ基本動作に向けた筋力強化、で最後にスポーツ復帰ということです。で、簡単に各フェーズの目的をこの赤で示していますが、フェーズ1ではリスク管理を徹底すること、フェーズ2ではモビリティ、正常行の再獲得、フェーズ3ではスタビリティ、クロスモーション機能の再獲得です。で、本日は当院で院内で可能なフェーズ1から3の話を中心にさせていただきます。これが FI の術後のプロトコールになります。特徴としましてはかなり詳細に項目が決まってまして、開始時期も明確に記されているということが特徴として挙げられます。で、メリットとしましては項目や開始時期が詳細に決まってますので、理学療法の質が担保できる。経験の浅い、スタッフがリハビリしようが、ベテランがしようが、ある程度一定の、効果を上げられるというのが、このプロトコールのメリットかと思います。ただ、プロトコールから外れそうな症例に対する対応を身につける必要があるかなというふうに感じています。コツは外れる前に引き戻すこと。一旦このプロトコルから外れていくとなかなか戻すのに大変苦労するので、今日挙げている課題というのはこの、プロトコルからいかに外れないようにするかというのを中心に、課題を先ほどの4つを挙げています。まずフェーズ1の時期ですね。フェーズ1で実施することは癒着の予防や軽い筋トレになります。で、項目に関してはこの黄色で示している部位なんですけども、今言ったようなことを目的に各項目が決められています。このフェーズ1の時期の課題として2つ挙げています。1つは関節の不安定性、もう1つは修復部位の癒着、これらを防ぐっていうのがこの時期の課題になります。その対応策として、手術内容をきちんと把握しておくこと、そしてそれを踏まえて緊急動作を指導することが挙げられます。修復部位の癒着に関して言うと、サーカムダクションや ADL の指導が重要になってきます。で、今述べたような課題に対して急性期でのリスク管理として、リハビリ開始時に PT が確認しておかないといけないことっていうのは、手術のどんな手術をしたかということになるんですが、ポータルの位置であったり関節心損傷の部位、軟骨損傷があったのかどうか、またその処置の方法ですね。で、 AIS のデコンプレッションの有無で、関節包の処置の方法、どんな切り方をしたか、どんな縫い方をしたかっていうのを把握しないといけないということですね。で、特に私が重要視しているのは下のこの2つです。
この2つはこの関節の安定性にかなり関与するので、術後どのような、安定性、不安定性が出そうかというのを把握するためにこの2つというのは必ず確保しています。でここではこの主にこの赤で示した2つの事項を確認して、緊急事項を把握するように、話を今日は進めたいと思います。立石先生、はい、今なんか矢印でこう指してますかね。一応矢印で一番スライドの章の一番左側の下のところに鉛筆のところありますよね。あ、これレーザー、はいはい、あ、それクリックするとポインターって出てこないですかね。あ、スライドポイント、そう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 、そっちの方がいいです。あ、はい、了解しました。じゃあこれで進めます。すみません。で関節包切開による腸骨大腿靭帯にどの程度の、侵襲を加えられているかを調査した研究です。キャダバー8個の AIS デコンプレッションを施工した際の関節包切開による腸骨大腿靭帯、IFL の切離範囲を測定しています。この IFL の外側線維と内側線維を合わせたこの腸骨大腿靭帯の幅に対してどれぐらいカプソロトミが、行われたかというのを調査されています。結果ですが、8例中3例で完全に、この腸骨大腿靭帯 IFL が設立されていたということ、そして、平均しても IFL の平均 73.6% が設立されていたということで、術後はこの腸骨大腿靭帯の伸長ストレスを可能な限り制御する必要があるというのが、言えます。これは非常に大事になってきます、術後の管理として。で次に AIS デコンプレッションによる関節包付着部への侵襲についてです。AIS 下縁 この関節包付着部の幅というのは、分厚いことが報告されていまして、この部分が関節安定性に大きく関与するというのが報告されています。また、右の、で AIS デコンプレッション後の、関節層付着部の幅を測定した研究によりますと、関節層の付着部の、前方部分に関しては、術後は 68% 減少する、後方に関しては 41% 減少するということが報告されています。そしてこの左で示すこの関節層の付着が、分厚い部分に関してもこの前方と後方、前方や後方と同様に、幅が術後は減少しているということが予測されます。なのでその AIS のインピンジメントっていうのが解消されるっていう一方で、術後の関節不安定性を生じさせないようにするっていうのが、抗療法を担当する我々に求められることかなというふうに思います。これらに対する前方関節層の保護の方法です。腸骨大腿靭帯の伸長 C は外側線維で内転外旋、内側線維で伸展外旋です。そのため屈曲内旋の可動域は制限をしませんが、伸展外旋内転というのは3週間禁止としています。そして関節不安定性を有する症例の場合ではさらに長い6週間禁止としています。加えて術後は、この下の写真にあるような装具、構成装具を術後3週間つけて、緊急治療を取らないようにしています。まあ、固定ばかり重視していると癒着のリスクが高まりますので、特にキャムの切除部位と関節層というのは癒着しやすいため、術後早期から動画のように下肢を牽引しながら癒着を防止する目的でこのようなサーカムダクションを行います。また長時間の座位を避けるように ADL の指導をすることが重要となります。当院では術後20分、術後は、座位を20分以上取らないようにという ADL 指導をしています。意外に長時間座っている患者さんが多くいらっしゃるので、この指導というのは非常に重要かと思います。サーカムダクションと並行して、なるべく早期から無負荷のエルゴメーターを漕ぐようにしています。これも、癒着を予防する目的に行っています。開始時期としましては術後なるべく早い段階で開始したいという状況です。で実際はいきなりこの一般的なエルゴメーターをこぐっていうのは股関節の屈曲角度がそこまでまだ到達できてないので難しいので、当院では寝たままできるこのような機械ですね、
を、使って、なるべく早期からエルゴメーターを漕ぐようにしています。価格も安くて、4、5万ぐらいで買えるということなので、とても安くて重宝しています。筋力強化が目的ではないため、無負荷で行うのが、無負荷で行うようにしています。また術後翌日から可及的早期に腹臥位の獲得を目指します。腹臥位は、股関節の屈筋のリラクゼーション効果があることが報告されていますので、術後翌日からなるべく腹臥位になるということ、そして1日2時間以上腹臥位に取っていただくというのを、自主トレとして指導しています。次に荷重制限に関してです。術後は荷重制限を設けるんですが、その、荷重制限はそもそも必要なのかという論文を一つご紹介したいと思います。この研究は320例を、のうち除外を基準を、疾患名で除外をした133例を対象としています。133例のうち69例がノンウェイトベアリング群、ノンウェイトを3週間したうちに、その後に徐々に全荷重に持っていくというグループで、ウェイトベアリング群が、可及的に術後早期にフルウェイトに持っていく群、この2群で術後のスコアを、比較されています。そしてどんな手術をしたかというと、関節包をポータルがん切開して、関節芯の修復、キャムやピンサー、AIS を必要に応じて切除しているということです。そしてカプセルの処置、術後の処置は、トイのように放縮はしておらず、単純に縫合されているだけということでした。そのような関節包の処置にもかかわらず、術後の成績には両群間で、モディファイトハリスヒップスコアや、HOS に関しては有意差がなかったということで、当院でも、そんなに長い荷重制限を設けていないような状態です。この研究と同様のような状態です。で、具体的に当院でどのような荷重制限をしているかというと、FAI のオペ後と、肩甲骨球血液不全に対するシェルフを分けて説明しますと、 FAI の場合は1週間フラットフットベアリング、測定全体を設置して、荷重量としては約9キロぐらい、タッチぐらいですね。それを1週間した後に、荷重を3分の1荷重から開始します。で、荷重を開始したら約1週間で全荷重に持っていくというようなプランでやっています。で、シェルフに関しては少し荷重制限が長くて、3週間のフラットフットベアリングの後、3分の1ずつ荷重を上げるという流れで進めています。シェルフの場合特になんですが、トレンデレンブルグのような股関節内転移で荷重をすると骨頭がこう外情報に、潜在力が働くので、シェルフの場合は慎重に進めないといけないし、かつ、このような箱が出る場合には、必ず、杖をついてこのような指示を取らないようにしていくという、対策が必要になります。ここまでがフェーズ1の話です。フェーズ1がそんなに難しくはないというか、難重することはないんですが、ここからのフェーズ2からは非常に、難しくなってくる時期になります。そして、期間も長くなってきます。で、フェーズ2での目的は、全方向の可動域を獲得すること、股関節周囲筋の筋力強化、コアスタビリティの強化、発酵を改善していくという内容です。アスリートじゃない症例の場合だと、もうここまでで、完結するという流れになります。ある程度完結するという流れになります。この時期の課題として、正常な歩容の獲得、そしてよく、遭遇する股関節屈曲の可動域制限ですね。鼠径部の詰まり感ですね。で、これに対する課題、対応として、歩容の改善に関しては電筋の筋力強化と、あとは胸郭の改善ですね。上肢の振り、これ非常に術後松葉杖をついてて、そこから松葉杖を外すっていうのが非常に、その外す際に、痛みがぶり返すとか、なかなか歩容が改善されないっていうケースがありますので、その対応を少し、紹介させていただきます。で、屈曲可動域制限に関しては AIS 周囲の痛みであったり骨盤の可動性っていうのを、この2つをこう分けて考えていくというのが私がやっている対応になります。で、フェーズ2で遭遇する課題、今言った2つですね。で、最初にこの
雇用の改善について、松葉杖を外せないということについてお話したいと思います。まず、発行を改善させるという際に、まず頭に浮かぶのは筋力強化だと思います。関節安定性を高めるために、どのような筋の機能を高めるべきかを考えると、この赤で示すような関節包に付着している筋というのは、関節の安定性を高められると考えられています。特に私はこの小殿筋の役割というのが非常に大きいと思っています。この小殿筋の部分です。というのも、小殿筋というのは、この MRI が術前後の MRI の比較になるんですが、手術侵襲を小殿筋大きく受けてまして、この部分ですね。なので、術後はもう非常に機能が低下しやすいような状態にあると言えます。この小殿筋の機能を回復させるということに、まずは着目したいと思います。で、小殿筋は、腸骨から大天使の前方に付着して、その大腿骨 この前面核も相まって、この収縮が小殿筋の関節求心力を生むということが報告されています。トレーニングとしては、最初は筋力強化というよりも、先ほど示した侵襲が大きくやはりありますので、軽い筋収縮で小殿筋の周囲の癒着を防ぐというのが、まずやらないといけないことかなと思います。今、自動運動で上の動画をやっているんですが、実際は自動解除運動から始めることが多いです。そして、徐々にセラバンド等で負荷をつけて、筋出力を高めていくようなことをやっています。次に中殿筋です。発酵を改善するという際に、まず、頭に浮かぶ筋なのかなというふうに思います。で、さまざまなトレーニング方法があるんですが、今日は代表的なヒップアブダクションを例に挙げたいと思います。ヒップアブダクションをする際に、股関節内転移で、ヒップアブダクションをすると、骨頭の外情報化を招くということで、股関節外転移でやるというのが一つポイントになると思います。また股関節外旋位では腸腰筋の活動が高まって鼠径物の原因になるということが報告されていますので、この C が大事というかフォームが大事というのが、一つ、トレーニングをする際の特徴ですね。ただこの正しい C で行っても中殿筋ではなくて鼠径部や内転筋に疲労を訴えるような、方がいます。ここじゃなくて、内転筋だったら鼠径部が、疲れるという患者がいます。なのでその個々に合ったその C っていうのをきちんと設定しないと、鍛えたい筋肉に対して収縮が得られないし、その代償動作とかで、本当は入れたくないような筋肉にも収縮が入ってしまうということで、指導する際には非常に、その患者さんにつきっきりで指導しないと、自主トレとして、パンフレットだけ渡してこれやっといてねっていうのは非常に、危険なトレーニングかなというふうに感じています。なので当院ではそのこれをやる時期っていうのは慎重に考えないといけないなというふうに、考えています。そして筋力がある程度改善したら杖が外れるかっていうとそうでもなくって、筋力があっても発酵が生じるってことは多々あります。その際に重要になるのが杖の付き方が重要かなと思っています。結論から申し上げると、両松葉杖の状態から片松葉杖2本を1本にしてドッポにするっていうよりも、両松葉杖からこの右の動画のような交互歩行ですね、交互歩行を挟んでドッポに持っていくっていうのが非常に大事かなと思います。で、この交互歩行っていうのは体幹の回線が杖をこう交互につくので、回線が生じやすいというのが特徴です。この体幹の回線をいかに作るかというのが、発酵を取る際に重要になってきます。で、先ほど申し上げた、その片松葉杖はしないということなんですけども、片松葉杖は、もう側屈が出やすいんですよね。杖の方に重心が変異してしまって、側屈が出やすいということ、特徴があるので、側屈というのはなるべく入れたくないです。で、なぜそういう、回線を促したいかっていうのを今から少し説明させていただきます。で、結論から言うと、体幹の回線を上手に作れると、体幹が合体化して衝撃吸収機能に優れるっていうことです。
で、この今、格好が右の立脚初期ですね。歩行の右が立脚初期で、両ダブルサポート機、両足支持機ですね。両足とも地面についている状態。歩行のこの時期っていうのは、体重よりも大きな床反力が、体にかかります。その際に衝撃吸収能力っていうのが非常に求められます。で今、これ、うちのスタッフですが、このスタッフをトレンデルンブルグが起きるように、体幹にこう軸圧を加えると、胸郭が正中位だと、もう容易にぐしゃっと潰れて、右のトレンデルンブルグが出てしまいます。ただ、胸郭を通常の歩行のように骨盤と反対側に回旋すると、体幹の剛性が高まって、衝撃吸収機能を担うことができる、体幹で担うことができるというので、この体幹を回旋させることによる、剛体化というのが得られるというか、非常に重要になってきます。じゃあなぜその体幹を回旋させると体幹が剛体化するかというと、体幹を回旋するとこの写真のように、椎間関節の、形状で胸椎と腰椎は写真のように S 字状に湾曲します。例えば左に体幹を回旋すると左の胸椎の椎間関節は圧縮で、腰椎に関しては右側が圧縮ということで、このように S 字のカーブができます。まあ、四条面でもそうなんですけど、頸椎が前腕して、胸椎後腕、腰椎前腕っていう、この四条面上での S 字のカーブっていうのがあると思うんですけども、この四条面での S 字のカーブも衝撃吸収の、作用があるっていうのは、広く知られていることかと思います。それを全角面上でも作るというような、イメージです。で、このように体幹の回旋、を促すことで歯行が改善するっていう症例を共覧したいと思います。デュシャンの歯行を呈した症例です。20代の女性で、疾患名は左の股関節筋損傷です。手術は胸主下の股関節筋修復術、術後1ヶ月で、両末端杖がそろそろ外れるというような段階です。外していこうという段階の症例です。で筋力は中殿筋の前部線も後部線も、4レベル。4レベルもあれば正常歩行は十分可能な筋力です。で、デュシャンの歩行と関連が強い、股関節の内転の可動域制限はありません。この症例の歩行を見てみると、体幹の観測への側屈と上肢を横に振るという動きが見られます。手を横に振るというのが一つ特徴かと思います。体幹が側屈しています。非常に体幹の剛性が低い状態というのが言えます。回旋が出なくて、側屈が出るという状態です。このような症例に体幹の回旋というのを強制的に促しての歩行です。体幹を回旋すると、先ほど出てた側屈、デュシャンの歩行というのが消失します。このように劇的に改善するっていうのは、この方がベースに筋力や可動域っていうのがある程度も改善しているっていうのが、前提条件になります。ただこのように筋力や可動域がいいのに歯行が出る症例っていうのは、結構股関節鏡の術後では多いんじゃないかなと思います。比較的こういう症例っていうのは経験することが多いです。そしてような歩行練習っていうのを数回した後の歩様の変化です。数回練習すると、やはり体幹の回旋が上手に出だすので、側屈っていうのが出にくいような状態ですね。ちゃんと、自社の歩行は改善傾向にあるということです。このような体幹の回旋を促す実際の歩行練習の方法です。で、いきなりような正常歩行を、胸郭回旋しながらやってもらうと、胸郭回旋するとどうしても骨盤も回旋して反対側に回旋するので、歩幅がどうしても増えてきてしまって、股関節がこう伸展矯正されて痛みが出るというケースが結構多いので、まずは股関節に痛みを出さないために歩幅を小さくして、胸郭を振るっていう練習から始めます。
で、ポイントは回線を作る筋肉っていうのは、腹斜筋を使って、回線させるということを重要視しています。歩幅をちっちゃくして、腹斜筋を使って回線するということを意識しています。これは神道先生から習ったやり方です。非常に有用かと思います。で、フェーズ2で遭遇する課題の2つ目です。股関節の屈曲可動域の制限です。これは股関節自体の問題と骨盤の問題に分けて考える必要があります。今申し上げたように治療対象は、骨盤と股関節に分けて考えます。そして骨盤の可動性にはコアスタビリティの低下や腰部垂れ付きのスパズムなどが考えられます。股関節と問題としては AIS 周囲の軟部組織の問題、股関節後方筋群のスパズムの問題というのが挙げられます。特にこの AIS 周囲の軟部組織の問題というのはかなりの高頻度で生じるので、今日はこの問題についてお話しさせていただきます。この AIS 周囲の筋の配列をまずその理解する必要があります。この写真は、左の股関節を前方から見た写真になります。これね、RF と書いてあるのが大腿直筋、IC というのが医療カプセラリス、GM というのが小殿筋、FP というのがファットパッド脂肪体です。で、大腿直筋をこう反転させたような写真になります。このファットパッド脂肪体を取り囲むように、内側から医療カプセラリス、大腿直筋、小殿筋が位置しています。こっちも同様です。内側と外側なんですが、大腿直筋を挟むように医療カプセラリス、小殿筋というのが配置されています。ここで一つ、文献を紹介します。関節包の切開が周囲組織、筋にどの程度の侵襲を加えているかを調査した研究です。キャタバ8個の AIS をデコンプレッションした際の関節包の切開部位と大腿直筋のダイレクトヘッド、リフレクテッドヘッド、医療カプセラリスまでの距離を測定しています。で、この1番っていうのが関節包切開部位と大腿直筋のリフレクテッドヘッドまでの距離。で、2番っていうのが医療カプセラリスまでの距離。で、3番がダイレクトヘッドまでの距離を、測定されています。結果です。リフレクテッドヘッドに関しては、8例中4例、50% で、0っていうのが距離がもう0だったということなので、侵襲が加わっているということです。で、ダイレクトヘッドや医療カプセラリスに関しては、8例中1例、12.5% で侵襲があったということです。で、術直後に股関節の自動屈曲が全くできない症例がいると思います。もしかしたらそのような症例は、このように大腿直筋や医療カプセラリスの侵襲が大きいのかもしれないです。そのような症例には、ここの筋管のリリースとか、筋自体の癒着を防ぐような操作というのが予防的に必要なのかもしれません。実際の患者の MRI ですが、術後2ヶ月においても、この AIS 周囲に脂肪抑制画像で高侵入域が見られる症例もいます。で、これが、評価の方法です。AIS 周囲の痛みの原因の組織を特定する評価方法です。で、我々は理学所見で、取るしかないです。というのも、理髪室にエコーがないので、なかなか画像的なことが読めないので、理学所見で評価をしています。まあ、不十分かもしれませんが、今日はこれを少し紹介させていただきます。で、重要だと思っているのは、この AIS を境に痛みが出るのが AIS 直下なのか、内側なのか、外側なのかっていうのを見極めることが大切かなというふうに感じています。で、評価としては、アクティブ SLR とパワーバーテストで評価をします。で、ダイレクトヘッドの場合は、この青の部分ですね、AIS 直下の痛みに関しては、このアクティブ SLR で、痛みが出ることが多いです。で、AIS 直下の部分を痛がるということが多いです。また、ダイレクトヘッドと医療カプセラリスの滑走障害を疑う場合は、このファーバーの C で、AIS の内側ですね。この緑の部分に痛みを訴えることが多いです。先日のキャラバットのトレーニングをさせて行かせていただいたときも、開肺すると、この医療カプセラリスが
緑の矢印のように外側に移動して、その際に大腿直筋、このダイレクトヘッドの内側縁と、非常にこう接する、内側縁が非常に硬いので医療カプセレスが折り曲がるような状態というのを確認しました。なのでこのダイレクトヘッドと医療カプセレスの滑走障害というのは高頻度に起きているんだろうなというふうに感じました。そして、小殿筋とリフレクテッドの効果っていうのは、このファーバーした時の AIS よりも外側に出る痛みっていうのを疑います。エコーで確認できてないので完全に憶測なんですが、臨床で、これらに対して都市療法すると症状が改善するっていうことが多いのが、実際です。で、都市療法する際に大腿直筋の2つの繊維の走行を理解する必要が、あります。これは小野先生から、下鴨の小野先生から提供していただいたスライドになります。大腿直筋の2つの繊維は股関節の屈曲角度によって走行が変化するというふうに言われています。この写真でいうと、赤が、左の股関節を外側から見た写真になります。赤が大腿直筋の共同腱、黄色がダイレクトヘッド、青がリフレクテッドヘッドになります。屈曲ゼロ度の場合だとダイレクトヘッドと共同腱が直線化します。一方で屈曲90度の場合だとリフレクトヘッドと共同腱が一直線化します。この大腿直筋のリリースを行う際には股関節の屈曲角度を考慮する必要があるかなというふうに思います。股関節、大腿直筋のダイレクトヘッドの滑走性の改善です。先ほど見ていただいたこの青の部分ですね。青の部分の滑走性を良くするという場合の操作方法です。ポイントは股関節屈曲ゼロ度でダイレクトヘッドの滑走を出していくというイメージです。ゼロ度だと共同腱とダイレクトヘッドが直線化するので、この共同腱の部分を操作するとダイレクトヘッドが引き出されて柔軟性が上がるというのを狙っています。短軸方向に動かして共同腱を引っ張り出して、ここを、操作していく、滑走を良くしていくという操作になります。次にダイレクトヘッドと IC のリリースをしていくんですが、その前にもう一度3次元的なこの2つの組織の配置を見ていきますと、医療カプセラリスはこの部分です。医療カプセラリスは大腿直筋の内側の深層に位置します。なのでイメージとしてましては、大腿直筋の裏側を内側からこう触っていくような操作をしていきます。都市的リリースの具体的な方法ですが、ポイントは、ダイレクトヘッドの内側縁ですね。内側縁と方向機内側から指を入れて、このように大腿直筋の収縮を入れると指が深層にズボズボって入っていくのが分かると思います。先ほども申し上げたように、イメージ的にはダイレクトヘッドの裏側を触りに行くというようなイメージです。これは比較的容易かなと思います。で、次にリフレクトヘッドの都市的なリリースです。この赤で示す部分ですね。小殿筋との硬さを取るという操作の際に、股関節の角度を90度にしてリフレクトヘッドと共同腱を一直線にして、この直筋の大腿直筋の外側縁と大腿筋膜直筋の間から指を入れて、膝の伸展、自動伸展に合わせて指をキーに屈曲に合わせてEに動かすということをしています。リフレクテッドは直接、触れない、大腿筋膜直筋が触れないので、この共同腱を動かすという操作をしてリフレクテッドの滑走を出していくという操作をしています。で、このような都市的な股関節の操作をして可動域を上げていくという股関節自体の問題を今ご紹介させていただきました。で、次が骨盤の問題に関してです。改善方法として我々はこのコアスタビライゼーション、コアスタビリティの低下が重要だというふうに感じています。それについて今から少しお話ししたいと思います。
まずそもそも FIS 患者さんっていうのは股関節の屈曲の際の骨盤の後傾が不足しているっていう研究結果です。この研究は FIS 患者とアシンプトマティック FAI、無症候性の FAI とあとコントロール群でフルスクワットした時の骨盤の後傾角度っていうのを比較しています。この比較をした結果は、無症候性の FAI とコントロール群というのは骨盤の後傾角度は変わらないんですが、症候性の FAI、FAIS 患者というのは、骨盤の後傾角度が小さかった、優位に小さかったということが報告されています。また、スクワットの深さにおいても、2群間ですね、FAD とコントロール群というのは変わらないんですが、症候性の FAI はスクワットが深くしゃがめないということが言われています。なので骨形態異常があっても症状が出るかどうかっていうのは骨盤の後傾可動性の影響もあるということがこの研究から分かります。そしてこの骨盤の後傾不足っていうのは FIS 特有の機能障害かっていうのを調べた研究をもう一つ紹介します。 FIS 患者30例とあとは他の股関節進化大天使部通症候群や内転筋関連のグロインペイン、外傷や DDH、骨頭の疲労骨折、テレスの損傷などの30例、あと健常群の20例、この3群間で立位で股関節を自動に45度、90度に屈曲した際の骨盤の後傾角度というのを比較しています。結果は骨盤の後傾角度は、他の股関節疾患群と健常群というのは変わらないんですが、FIS 患者というのは、45度、90度、両方の、設定で、条件でも、優位に骨盤の後傾が小さかったということで、骨盤の後傾の可動性というのは FIS 特有の機能障害ということが示唆されました。この、骨盤の後傾可動性をどのように評価するかというと、我々は、簡便な PM テスト、ペルビックモビリティテストを実施しています。これは、ASIS と腸骨梁の頂点を結んだこの距離ですね。この距離が屈曲前と屈曲の最終域で、この距離が、最初の距離の2分の1以下になれば、骨盤の可動性が良好という、PM 陰性っていうふうに評価をします。一方でこの距離が2分の1以上のままだった場合を骨盤の後傾が不良ということで PM 陽性というふうに評価をしています。で、昨年の骨関節学会でこの PM テストの患者間信頼性を評価しましたが、高い信頼性を得ていることを確認しています。ここで骨盤の可動性の改善に、とても参考になる研究を一つご紹介したいと思います。前アレックスにいた青山先生の、研究になります。 FAIS 患者に対するコアスタビライゼーションの効果を示したものです。 FAIS に対する保存療法20例対して通常の、リハビリの内容10例この通常の内容プラス体幹のトレーニングをした10例この2群間で、股関節の屈曲可動域というのを比較しています。4週時点でこの2群間で優位に体幹のトレーニング群の方が可動域が良くなっていたということが、報告されています。青山先生は、この論文の中で体幹トレーニングによって可動域が改善したのはアウターマッスルの活動が抑制されて可動域が改善したんじゃないかというふうに考察されていました。私もそのように考えるんですが、この記事をもう少し順序を立てて、考えていく必要があるかなと思います。で、結論から申し上げると、骨盤の後傾可動性が拡大した結果、可動域が改善したんじゃないかなというふうに私は考えています。で、この記事を考える際に、キーワードになるのが、胸腰筋膜です。この胸腰筋膜、この白い部分ですね。胸腰筋膜は、の役割としては、この連結している筋の張力によって腰椎や骨盤体の安定性を高めることです。で、専用と信用に分けられますが、専用には広背筋や脊柱起立筋が連結しています。で、信用に関しては腹横筋や内腹斜筋と連結しています。このような特徴が胸腰筋膜にはあります。
で、この胸腰筋膜っていうのを踏まえた上で、藤井先生が骨盤の後傾可動性が制限される基準っていうのを推察されています。腹横筋や内腹斜筋の機能低下が低下すると、胸腰筋膜の緊張の低下をもたらす、インナーマッスルの活動が低下しているような状態、このような状態になると、代償的に脊柱起立筋や広背筋などによって胸腰筋膜の緊張を保つ、アウターマッスルの過活動のような状態ですね。このような状態に陥ると骨盤の後傾が阻害されるという、風に推察されています。ただこの論理はまだ全然このエビデンスがまだないので、この論理が成り立つのかというのを調べる必要があるかなというふうに感じてます、感じています。そこで、私は、このコアスタビリティと骨盤の後傾可動性の関連を明らかにしたいということで、昨年股関節学会で、この骨盤の後傾可動性とコアスタビリティの関連があるのかというのを、調べました。簡単に少しご紹介させていただきます。FIS 患者66例に対して PM テストで2群間に分類しました。先ほどの方法です。そしてコアスタビリティの評価として3つ評価をしました。エルボープッシュテストとトランクシフトスタビリティテスト、アクティブ SLR を評価しました。エルボープッシュテストは単座位で足がつかない状態で、上腕から軸圧を加えて骨盤が浮けば陽性、骨盤が浮かずに支持できれば陰性ということです。トランクシフトスタビリティテストは側方に据えした状態で肩峰から軸圧を加えて持ちこたえられれば、陰性ですね、良好。持ちこたえられなかったら陽性ということ。で、アクティブ SLR に関しては抵抗側と反対側を評価しています。抵抗に対してこのように骨盤が浮き上がってしまえば、陽性ですね、不良、浮かなければ陰性ということです。すべて3つとも健在感信頼性を評価しましたが、中等度の再現性があるテストだったというのが分かりました。この PM テストで骨盤の後傾可動性で分類した2群で、このコアスタビリティテストの各テストの割合というのを比較しました。仮説としては、いずれのコアスタビリティ、この3つとも PM テストと関連があるんじゃないかなと思って仮説を立てました。で、結果です。結果を見ると、エルボープッシュテストだけが、PM テストと関連がありました。で、もう少し詳しく見ていくと、この PM テストと関連があった EPT の感度得意度を算出すると、EPT は感度 78%、得意度 52% ということで、比較的感度は高い、EPT テストになるかなと思います。つまりは、エルボープッシュテストが陰性であれば、骨盤の後傾可動性も良好である可能性が高いということが言えます。で、このことを少し考察します。3つのテストのうち、EPT だけが骨盤の後傾可動性と関連が強かったということで、そもそも EPT は何を見ているかというと、主に前鋸筋と外腹斜筋の筋活動を見ています。この前鋸筋と外腹斜筋の筋活動が起こると、どういう運動が起こるかというと、下部の肋骨を下生させる機能です。要はプッシュする。手でプッシュするような機能が大事というふうに、この研究から分かりました。この機能が骨盤の後傾可動性と関連している可能性があると考えます。で、単純な体幹の伸縮筋の負荷ですね、ドローインなどよりも、この前鋸筋や外腹斜筋の活動を促すような下部の肋骨の下生ですね、これらは、先ほど青山先生の論文でもされてた四つ這いですね、上肢で床を押すような四つ這いで側通される機能です。で、実際にこれは非常にこの四つ這いがいいっていう感覚は、私の臨床の感覚にもしっかり当てはまっていまして、単純なドローインですね、深層の筋を負荷するようなドローインをやっても、骨盤の後傾の可動性は変わってこないケースっていうのをよく経験します。なので、ポイントになるのは、この四つ這いっていうことが一個ポイントになるかなと思います。
で、復習です。前鋸筋と外駆斜筋の連結に関して、見てみると、この緑で示すのが前鋸筋で、この下に見えるのが外駆斜筋です。この2つの筋というのも強い筋連結があって、共同して働くというふうに言われています。この2つの筋を共同させる方法を、考えていきますと、我々も、よくやっているバンドのドッグが一番導入段階としていいかなと思います。今日はその前鋸筋と外駆斜筋を特に収縮させる方法っていうのを少し紹介させていただきます。できれば皆さんスペースがあれば実際やってみた方が、分かりやすいかなと思うので、スペースに余裕のある方はぜひやってみてください。ただこうバーダーのドッグはいつもこの方法がいいよっていうわけじゃなくて、この前鋸筋外駆斜筋に着目するとこの方法がいいんじゃないかっていう提案です。で、方法としましては注意点が3つあります。まず重心を等速にですね、等速に移動します。で、肩の真下に手関節がある位置ですね。で、この状態で次に注意するのが肩を内旋して中下を内側に向けます。肩を内旋するというのが、前鋸筋外駆斜筋を促す一つポイントになります。このように肩を内旋します。そして意識するのは、上げてる方を意識しがちなんですが、押す方です。さっきも言ったように、プッシュする機能が大事なので、四重足の上肢でベッドを押すっていう機能で、外駆斜筋と前鋸筋の活動を高めるということをやっています。プッシュする方を意識して上げることですね。これも非常にやってもらったら、もう前鋸筋と外駆斜筋の活動が分かると思います。そして一方でこの1から3番を真逆にするともう全くもうどこの筋を促しているのかも分からないような状態、どこもきつくないというような状態になってしまいます。なのでバーダーのドッグっていうのはやりやすいんですけど、対象動作がかなり起きやすいので、厳密にこうやり方を、調整しながらやらないと目的狙った効果っていうのは出にくい運動なのかなと思います。で、上肢だけでできるようになれば、今度は下肢も一緒に上げていくっていう順序でやっています。で、このようなバーダーのドッグ前後の変化です。そのバーダーのドッグやる前の、実際の患者さんですが、可動域が屈曲可動域が92度で PM テストが陽性だったのが、PM テストが陰性化して、可動域も114度まで、改善が見られます。このような変化っていうのは臨床でもよく頻繁に見られます。ただこういうバーダーのドッグとかコアスタビライゼーションっていうのがいつもいつも有効かっていうとそうではないです。というのもそのバーダーのドッグ、先ほどのバーダーのドッグの場合の効果的に行うにはその前提条件があるかなと思います。それは観測への胸郭の回旋の可動域です。患者さんの場合では観測に胸郭が回旋しにくいケースというのが多くいます。実際の患者さんを見てみると、この方40代の女性で左の股関節心損傷です。PM テストもファディアも陽性の患者さんです。胸郭の可動性を見てみると腱側はある程度いくんですが、観測に関しては行きにくいというのが見られます。非常に臨床を見てて、こういう観測に胸郭が回旋できないというケースは非常に多いです。で、この胸郭の可動域制限という制限値を考えると、要因の一つに先ほども出てきた外駆斜筋というのが挙げられます。この外駆斜筋の作用は、反対側への胸郭の回旋です。例えば左の外駆斜筋に短縮があれば、この症例のように左 の, 回あの可動域の回旋が出ます。で、さらにその外駆斜筋の筋出力、どの筋もそうなんですけども、筋が十分に柔軟性がある状態っていうのが筋がより力を発揮できる条件になるので、先ほどの、バーナードックとかで前鋸筋外駆斜筋の活動を促そうと思ったら、外駆斜筋自体が柔らかい状態にないと力を発揮しにくいということが言えます。
で、このような可動域制限に対して、外部車検の伸長性の改善を目的に、胸郭のモビライゼーションを実施します。このように胸郭、外部車検の柔軟性を上げることで、筋出力が上がってくるということを狙って行っています。で、このモビライゼーションの細かいんですが、やり方としては、促したいのは胸郭なので、骨盤の回旋をなるべく止めたいので、膝を絶対動かさないというのが一つポイントになります。このようなエクササイズ後の変化です。の回旋の可動域の変化です。当然、回旋の運動をしているので、回旋の可動域というのは当然改善するんですけども、見ていただきたいのが、EPT も PM も陽性だったのが、EPT も PM も両方陰性化します。このように胸郭の可動性を改善させると、コアスタビリティも改善して、PM も陰性化するというケースが多くいらっしゃいます。ただ、胸郭回旋可動域が改善しても、コアスタビリティや PM テストが改善しないケースというのもあります。そのような症例に関しては、柔軟性は出しても変わらなかったので、コアスタビライゼーションをこれから始めるっていうのが効率的かなというふうに感じています。で、今の話をまとめますと、私が考えている PM の陰性化に向けたコアスタビライゼーションの流れです。PM 陽性の場合は、まずは胸郭の可動性を確認します。で、可動域が制限があれば、モビライゼーションを実施します。そして RM が改善されることで、PM が陰性化されればもうそれは OK です。ただまだ陰性化しない場合っていうのは、エルボープッシュテストでコアスタビリティを評価して、陽性、弱い場合はコアスタビライゼーションを行うことです。で、ポイントは前鋸筋と外腹斜筋の側通を促すような方法でやること。で、再評価をして EPT も PM も陰性化していれば OK。で、EPT が改善されても、スタビリティが改善されても、PM がまだ陽性であれば、腰部垂れ付きのリラクゼーションを実施するという流れが非常に効率的かなと思います。なので、この胸郭とコアスタビリティの関連というの、関係性と、あとは治療の流れとしては、まずモビリティを出して、スタビリティを高めていくという、まあ、どこの関節でも同じなんですけども、まず柔軟性を出して、安定性を出していくという流れをすると非常に効率的かなというふうに私は考えています。で、ここまでがフェーズ2の話です。フェーズ2が、当院 その院内でやるリハビリのメインといっても過言ではないというか、そこがメインになってきます。で、ここからが、はい、このフェーズ2までがですね、だいたいこう、はい、今大体1時間ぐらいお話ししていただいたんですけど、はい、非常によく分かりやすくエビデンスで書かれた、はい、分かりやすい講義だったんですけど、ちょっとここでフェーズ3に行っちゃうと、ちょっと消化不足かもしれない。いくつかちょっと質問を受けて、あ、分かりました、はい、ちょっと答えていただくことできます。分かりました、大丈夫です、はい、よろしくお願いします。はい、まず、小野志壮先生から、京都下鴨病院の小野志壮先生、はい、堤先生の論文で、はい、幅広い部分が関節包、幅広い方が関節包で、なんか薄い、なんかちょっとよくわかんないのかな。小野先生、なんかちょっとこれ。すいません。はい、そうです。お疲れ様です。お疲れ様です。すいません。あれです、どうも、堤先生 の、はい、関節包のこう球外縁に付着している部分で、はいはい、幅が薄いところと、はい、こう厚いところが、厚いっていうか幅が広いところと、はい、幅が狭いところがあって、で、幅が広いところは関節包が薄い部分だっていうふうに多分書いてあったような気がして、はい、まあ、多分表現かなと思うんですけど、で、そこをこう手術で切っちゃうじゃないですか、はいはい、幅が広い部分を切っちゃう、つまり関節包の薄い部分、脆弱な部分を切ってるっていう、まあ、解釈なのかなと思って、なんかちょっと幅が広いが厚い、すいません、ちょっと言葉 の、 表現の仕方が悪かったです、ね、すいません、おっしゃるように、そうですね、薄くて、そうですね、はい、すいません、異常でした、いえいえ、
勉強になります。ありがとうございます。野口森幸先生からの質問で、術後早期の癒着予防目的のサーカムダクションはとても重要と思われますが、土日などどうしても PT が介入できないときは、大体自己リハビリを指導されていることを、どのように自己でね、自分でね、リハビリを、セルフエクササイズをしたらいいかということを、どのように指導されてますかという質問が来てます。ありがとうございます。非常に重要だと思うんですけど。そうですね。動かすっていうのが、患者さん自身でやろうとすると、どうしてもアクティブな運動になるので、動かすっていうのは難しいと思うんです。なので、副作用をとにかく取るっていうのが、重要視しています。なので、先ほど1日2時間って、お伝えしたと思うんですが、週末のリハビリがない時期っていうのは、もうちょっと長い、倍ぐらいの時間っていうのを過ごすようにしてもらってます。あとは CPM もやってますもんね。CPM も、やってるので、それを併用していただくっていう感じでやってます。貧乏ゆすりってどうですかね。貧乏ゆすりどうなんですかね。OA にはいいっていうふうなことは言われてますけど、その癒着予防の観点で言うと貧乏ゆすり結構効かないですかね。どうなんでしょうね。うん、ちょっとちょっとわかんないです。ちょっと教えてください、また。はい、岡西先生からオペにより修復を図った関節芯や関節包靭帯の安定性と獲を獲得しつつ、オペにより傷ついた軟部組織、筋間組織の癒着予防を図るのであれば、術後早期から股関節周囲の長尺性収縮を用いるのが有効かと思いますが、いかがですかっていうこと。そうですね、股関節の屈筋に関して言うと、私の技術的な不足もあるんですけど、長尺性収縮自体が痛みが出るケースがあって、まあ、自動解除ぐらいならやるんですけど、長尺性収縮っていうのはちょっと用いてないような状態ですね。ちょっと痛みが出るからっていうことですね。自動解除ぐらいならやってますね。自動解除で動かすっていうのは。はい、これはあれですかね、痛みが出る症例と出ない症例があると思うんですけど、はい、等尺性収縮っていうのはあれですか、こう、例えば、スプライ、マクフィルボのところとか、ちょっとこうグッとこう動かすとか、腸腰筋に力入れるとか、そういったエクササイズちょっと入ってると思うんですけど、はいはい、まあ、そういったこと多分言ってると思うんですけど、その等尺性収縮ってよりも自動解除で動かすっていう操作の方が、臨床的かなというふうに思います。痛みがやっぱり出やすいんですよね、等尺性収縮。なんでプロトコールにはあるんですけど、やっぱりできる症例っていうのは限られてるような印象です。うん、岡西先生どうですかね、なんか今小林先生答えられます？あ、おはようございます。おはようございます。おはよう。見えますか？はい、大丈夫です。お久しぶりです。お久しぶりです。関節を動かすと、その関節周辺組織にもやっぱストレスが入ると思うんですよね。で、そこを保護したくて、でも癒着は予防したいとなると、何らかの方法で圧刺激を加えなきゃいけないかと思うので、うん、でその等尺性収縮っていうとすごくなんか強い収縮をイメージするのかもしれないですけど、まあ、痛みのない程度の等尺性収縮であったりとか、 またはその関節の痛みが出ない角度とか、角度を変えてとか、その収縮力を変えてですね、でやるのはなんかいいんじゃないのかなと。で最終的にその関節の安定性を得るにはやっぱ筋の機能は絶対必要なので、それを早くからこう収縮させておくのが後々の拘縮予防にもつながるっていうのは、例えばギブス中骨折でギブス保存でギブス固定された患者さんにギブス中に等尺性収縮やっとくと術後 のギブスカットした後の可動域がいいとかって経験があると思うんですけど、はい、僕はその FAI の患者さん早期の方見たことがないので分かんないんですけど、なんかそんなようなことがなんか応用できるんじゃないのかなと思ってちょっとコメントさせていただきました。ありがとうございます。先ほども私のスライドでは都市的な操作ばかり載せてましたけど、臨床ではやはり先生が言われているように筋の収縮というのは非常に重要だと思ってますので、むくみもすごいですしね、
特にポータルの周りっていうのは。なので、そこの筋収縮っていうのを先生言われてるように、大丈夫な角度っていうのはやっぱり、あの頸部軸の角度であったりっていうのが痛み出なくて、安全に行えるので、その位置で、収縮っていうのは出すようにはしています。はい、ありがとうございます。いえ、あの、投射性収縮は、小殿筋とかやっぱりやった方がいいんじゃない？そうですね、小殿筋は、ただ最初にやると、ね、あの痛いので、本当にアシストしながらゆっくり、ここに力入れるんだよっていうのを教育しながらやるっていうのが、実際やってることになります。はい、あの、うん、僕、臨床でやるときは、はい、小殿筋だったら、あのこちら、僕の方がこう外旋方向に動かそうとするのを、まあ、止めてくださいと。あ、でその患者さんにその内旋方向に動かしてくださいとか屈曲方向に動かしてくださいとかやっぱ難しいと思うので、こちらの方が安全な角度を設定して、うん、で促したい筋を一番その伸長されやすい方向に、まあ、途中でちょっと抵抗を加えてそれを止めてもらうと、まあ、そういうふうなやり方で、まあ、FAI の患者さんじゃないですけどもやることは多いですかね。やっぱその位置角運動角が崩れてる方が多いので、あの方向分かんないんですよね。あ、そうですね。分かんなくてやろうとすると、はい、なんか代償出たりとか、うん、あのいらんところに触ってそれが痛みとしてまたビクッとなっちゃったりとかする人はまあ多いかな、まあ、股関節の症例に限らずですけど、うん、そういう感じでこちら側が動かそうとする刺激に対して、まあ、保持してくださいと、まあ、そういう形でやったり、まあ、本当にその姿勢を保たせるとか、まあ、そういう形でやることが多いですかね。ありがとうございます。勉強になります。立石先生さ、それ痛いからこう はい、やらせないって言って、あ、痛いからやらせないというよりも痛くない収縮の仕方を選択するという感じですね。あ、なるほど。いつ頃からやらせるの？いつ頃からどういうふうにしてますか？小殿筋に関してですか？うん、小殿筋に関しては、だいたい1週目とかはまず上がらないので、2週、3週ぐらいですかね。そこからようやく小殿筋が、この MMT でいうと3のような状態になってくるのはそれぐらいかなと思います。その時期っていうのは、今、岡西先生言われたように、筋の収縮方向を勉強してもらって、学習していただいたり、っていうのがメインになってくるかなと思います。うん、なんかもうちょっと早く工夫してやらせた方が回復する。ああ、そうですね、うん、ちょっとこうあるかなと。あと、はい、ですね、まだいろいろあるんですけど、これ小野先生からまた、外腹斜筋と前鋸筋の活性化だけでなく胸郭回旋不足には側腕症や脊椎椎間関節の拘縮などが、まあ、関連してくると思いますけれども、いかがですか？あ、先生おっしゃるように、この私側腕が結構難重するんですよね。側腕っていうのが、やっぱりその前鋸筋外腹斜筋が入ってこないので、側腕の先生言ったように拘縮している椎間関節の操作っていうのが非常に大事かなと思って、側腕のアライメントを少しでもこう変えるじゃないですけど、可動性を上げるような操作っていうのは、小野先生言われるようにするようにしています。側腕はかなり厄介だなという印象があります。ありがとうございます。確かに側腕。あと、岡西先生からもう一個。胸郭の可動性と筋力は FAI 症例にとっても重要であると思いますが、もう介入はフェーズ2からですか、それともフェーズ1からですか？あ、もうフェーズ1からしてます。うん、フェーズ1では、ああいうダイナミックな回転すると、まだ痛いんですよね。痛いので、呼吸をやってます。なので、外腹斜筋を促したいので、腹式呼吸というよりも胸式呼吸をして、肋骨をこう開く、閉じるというような動きを促しています。はい、結構、横隔膜の動きって大事ですかね。大事ですね。非常に大事ですね。はい、あと、小殿筋と中殿筋は上殿神経に支配されるので、筋力の状態を確認するときは合わせて梨状筋上後部での圧痛を確認して、梨状筋は仙骨神経層に支配されるので、梨状筋の緊張は下位の、腰椎後腕可動域が獲得される症例の方が軽減している印象を持ちます。ちなみに下位胸椎の後腕可動域は
股関節の伸展可動域および大臀筋の筋力と胸椎伸展可動域が保たれる方が獲得しやすいですが、コアスタビライゼーションの効果にはこのような背景があると想像してますが、いかがですか？質問があまり理解できてないんですけども。もう一回、小谷先生、ちょっと、もう一回。小谷先生ですか？先生。コメント、コメント、コメントだよね、これ。はい？コメント、コメント。コメント。あの、中臀筋、小臀筋が上臀神経に支配されるじゃないですか。はい。だから、その、神経の活動状態が良くないと、筋の機能が落ちるっていうのは、まあ、最近のハイドロリリースでの、お医者さんのドクターの報告からもあると思うんですね。で、その離上筋、あ、上臀神経が離上筋上向、あの離上筋のと小臀筋の間から、外側の方に流れていくので、やっぱ離上筋の緊張が高い人ほど、やっぱそういったところの圧痛を認める人が多くてですね。だから離上筋がまずやっぱ緩んだ状態を作ってあげると、それだけで外転筋力が上がったり、内転ストレスかけていった時の股関節外側の方の痛みが減ったりとか、うん、そういう人がおります。で、離上筋自体が仙骨神経層に支配されるんで、そうすると下位腰椎の可動域が、はい、いい人がやっぱり圧軽減しやすいかなと、うん、そうすると後腕可動域が必要で、まあ、先生の報告通りなんですよ。 PLF がいい方がやっぱ状態は良くて、でそこにはやっぱその先ほど言った胸郭ですね、はい、筋力であったりとか可動域っていうのが保たれてる方が下位腰椎のストレス少なくなるの でそうすると上の方でいけば胸郭の、まあ、胸椎の伸展可動域と筋力回旋力が十分にある方がいいですし、あと股関節で言えばやっぱ伸展可動域ある方が下位腰椎へのストレス減りますから、あとは可動域だけじゃなくて先生もおっしゃったように筋力です。大臀筋の筋力がしっかりしている方が大臀筋と離上筋の間の脂肪組織なんかも十分に動けると離上筋の緊張はやっぱり緩んでくるので、まあ、保存の人ですけども、まあ、そういった変化を確認してます、うん、だからそういった中臀筋小臀筋のトレーニングするとき出力がうまく出ないとか代償が出てしまうっていうと背景にですね、そういった上臀神経がそもそもどんな状態になってくるのかっていうのを確認してから、まあ、個人的にはやるようにしてるっていう。非常に参考になります。ありがとうございます。失礼します。なかなか難しいですよね。すごいですね。上臀神経が圧迫されるのは離上筋が緊張してるからだけど、多分その離上筋とかそういったこうローテーター、ショートローテーターを大臀筋が結構グッとこう守ってカバーしてるので、大臀筋の筋力を弱くなるとやっぱりそこの部分に負担がかかってきて緊張す過緊張になるっていうのは、まあ岡西先生がおっしゃる通りだと思うんですけど、うん、そうですね、はい、うん、宇都宮先生がさっき手を挙げてましたけど何かありますか？宇都宮先生、質問したい。はい、はい、あ、いや小野志壮先生の、うん、ご質問に強調者としてお答えしたかっただけです。ありがとうございます。すいません。ちょっとせっかくなんで、ちょっと分かりやすく。関節包の付着の幅のことに関してなんですけど、関節包が厚く付着しているところというのは、腸骨大腿靭帯の付着部と一致してまして、非常に強い構造です。なんで、先ほど広く付着しているところ薄いって話だったんですけど、薄いということで言うならば、そこよりもさらに内側の大腰筋が腱の状態になって滑車の状態で関節包の前方を走るところなんてもうペラペラでほとんど膜のような関節包の薄さなので、それと比べると非常に厚いです。そこのところお伝えしたかったです。ありがとうございます。あとは仙腸関節が硬い症例って結構難重しますよね。そうです。仙腸関節の硬さっていうよりもアライメントのズレっていうのですね。もともとその術前から仙腸関節障害が一緒に合併してるのは何か工夫してますか、リハビリ。仙腸関節のその
先ほども言ったアライメントというのを意識してまして、骨盤が例えば左右の関節の前傾具合後傾具合というのが左右差があると仙腸関節も当然変異してくるので、その変異をなるべく解消するように、その左右の関骨の前傾後傾とかこの開く動きっていうのを少し制御する、制御というか改善するようなことは術後早期からやるようにしています。これは股関節にそんなに負担がかからないので、大体、前傾してくるときはやっぱり前方繊維の股関節の前方繊維の硬さだったりしてくるので、そういう左右の関骨のずれっていうのを軟部組織の問題から改善していくっていうことを取り組んでます。はい、それでは続きいきましょうか。はい、はい、少し過ぎると思うんですけど、いいですか、過ぎるというかも全然大丈夫、ちょっと過ぎてもいいけど、もういそのまま続けてやろうか。じゃあ行きましょうか。はい、もうあと30分ぐらいで終わります。はい、お願いします。はい、お願いします。ここからはフェーズ3の話になります。フェーズ3ではスポーツ動作に向けた筋力強化の時期になります。内容としては CKC のトレーニングでの筋力強化や、ランニング動作の獲得になっていきます。で、 CKC でのトレーニングですが、重要なのは正しいアライメントで行うということです。まあ、正しいアライメントで行うと特に電筋の出力も上がりやすいので、アライメントを重視しています。体幹のアライメント、股関節のアライメント、まあ、下肢全体のアライメントですね、というのを意識しています。で、まあ、簡単に流していきますが、返却スクワットを、まあ、任意してないか、トレンデルブルが出ていないかというのを確認して、まあ、最初は視覚的なフィードバック、鏡などを見て、アライメントを修正していく流れになります。安定した CKC が可能になれば、バランスディスクなどを使用して、不安定な状況下でも行えるようにしていきます。で、徐々に股関節に内転内旋ストレスがかかる状態でも、それを制御するような練習を行っていきます。で、今述べたようなこの CKC のトレーニングっていうのは、比較的問題なく進むことが多いです。で、このフェーズ3の時期、で問題になってくるのがクロスモーション機能が獲得できるかどうかっていうことだと思います。特に腸腰筋の内転筋の過負荷の軽減につながるので、これは再発予防の観点から非常に重要かと思います。まあ、社会説法ですが、クロスモーションのとはっていうところから少しお話したいと思います。上肢、胸郭、骨盤、股関節の連動した動きによって股関節周囲筋のオーバーユースを防ぐ動きです。体全体での伸展回旋と、屈曲回旋という動きになります。で、クロスモーションスイング、このバイクスイング機の、ポイントとして、起きている動作はどういう動きが起きているかと、左の肩甲骨が内転して胸郭は左の回旋をして伸展する、で骨盤は反対側に右の回旋をして前傾するっていう、で右の股関節は伸展するという、対角線上で伸展運動を作るというのがポイントになります。このバックスイング期における全身の伸展運動が不十分な場合というのは、腸腰筋や内転筋のオーバーユースにつながるというふうに考えられています。一方で、フォロースルー期に関する、ポイントとして、胸郭というのは右に回旋して、骨盤は左に回旋。で、後傾していくっていう、まあ、すみません、これちょっと逆ですね。で、先ほどと同じように対角線上で屈曲運動を作るっていう動きですね。で、バックスイング期、伸展層での全身の、バネの状態をこう収縮させる復元力でスイングするっていうのが特徴です。で、このクロスモーションの機能をじゃあ出そうっていうときに、いきなり、クロスモーションスイングをするかっていうと、そういうわけではなくて、まずそのクロスモーション機能において、どこが低下しているのかっていうのを特定するってことが大事かなと思います。で、私は、四つ倍のクロスモーションで評価することが多いです。導入段階として。っていうのも、胸郭の動きっていうのを非常に評価しやすい、特に伸展層の動きを評価しやすいです。見るポイントとして、股関節だけじゃなくて胸椎の
こういう伸展回線が十分にできているか、腹斜筋によるこの胸椎の空虚回線ができているかっていうのを見るようにしています。なので四つ倍ではメインで見るのがこの胸郭っていうのを見るようにしています。これ当院のサッカー経験者のスタッフなんですが、胸椎の伸展、胸郭の伸展の動きっていうのが乏しいのが見てわかるかなと思います。腰椎だけが伸展しているっていうの状態が見てわかるかなと思います。でこのような、症例に対し、症例というかケースに対しては伸展性の問題がありましたので、胸郭の後方回線の動きで伸展を出していくという動き、先ほどもこれ示したんですが、まあ、骨盤の回線が出ないようにここは止めるという動きですね。で柔軟性を左の動画のように出していきます。で柔軟性が上がってきたら今度は筋収縮を伴って自動運動で体を伸展回線できるという機能を促していきます。で目標としましては、この、支持側の上肢と挙上側の上肢が一直線になるというのが、まあ、理想なんですけども、このケースの場合だとまだ伸展回線というのが十分に足りてないような状態です。でこういうことをして、ある程度胸郭の問題が改善されたと思って、またこういう、戻ってこういう四つ倍のクロスモーションで確認するっていう作業ですねを、踏んでいて、一つ一つ機能障害を取っていくっていうことをやっていきます。で今のが胸郭の話で、今度は骨盤の、回線が出ているかっていうのをこういうレッグスイングで評価をします。先ほどの四つ倍だと骨盤の動きっていうのは評価しにくいんですけども、レッグスイングになると骨盤の動きっていうのも比較的評価しやすいので、このレッグスイングで骨盤の動きを見ています。この症例だと前方の回線も後方の回線も両方とも起きてないのが分かる。もうちょっと特に右の動画で言うと骨盤が開いてほしいし、前方にも回線してほしいという動きが足りないのが分かるかなと思います。でこういう骨盤の問題に対しては、骨盤をこう分離して動かすっていうのが、骨盤から上位は固定して骨盤から下だけ回線するという動きが重要になってきます。まず最初にバランスボールを使用してやっていくんですが、ポイントは両膝の位置を変えないってこと。これちょっと悪い例なんですが、左の膝の位置が、要は左の足が短いですね。でこっちで言うと右が短くなる。両膝の高さを揃えておくっていうのが一つポイントになります。これで骨盤だけ回旋させるっていう動きを学習していくっていう形になります。でこれが可能になってくると、ストレッチポールを今度は入れて行っていきます。ストレッチポールを入れるメリットは、足の位置が変わらない、要は骨盤の回旋をしっかり促せる、股関節の代償を防げるというのが一つメリットかなと思います。このように、骨盤を分離していくという動きを促していきます。でこういう運動をして骨盤の動きが出るかっていうのをまた再評価で、こういうことをレックスイングをやっていくっていう形になります。1個したらまた、評価をして、1個したら評価をしてって言って動きを徐々に変えていくっていうことをやっていきます。でフェーズ3が今のクロスモーションの話がメインになります。で、ちょっと早いんですがまとめに入ります。フェーズ1から復習の意味でまとめさせていただきますと、組織の保護期です、フェーズ1は。やる内容は組織の癒着予防に RM をして、緊縮予防に軽いトレーニングをします。でやる内容っていうのは、この黄色で示している部分になります。でこの時期の課題として、関節の不安定性に対して、手術の内容をちゃんと把握して、筋機動作を指導すること。修復部位の癒着に対して、それを防ぐためにスターカムダクションや ADL の指導っていうのを行うということですね。で、フェーズ2としては、
目的としては全方向の可動域の獲得、筋力強化、コアスタビティの強化、跛行を改善するということで、この時期の課題として歩容を獲得する際に筋力を上げていくということももちろんなんですが、体幹の回線をいかに出すかということで、杖のつき方としては片松葉杖を挟まずに交互歩行からどっぽに持っていくということ、その際に上肢の振り、胸郭の回線というのを出す、操作というのが重要になってきます。で、可動域制限に関しては AIS 周囲の痛みとして、大腿直筋のダイレクトヘッドやイリオカプサライスの問題というのをクリアしていく必要があるということ、あと骨盤の可動性に関して言うとコアスタビライゼーションと、それの前段階として胸郭の回線の可動域というのを出していく必要があるということです。で、フェーズ3の問題です。で、クロスモーション機能の低下に関してはまず胸郭骨盤の回線 どちらに問題があるかっていうのを確認する作業からです。いきなりクロスモーションスイングをするわけではないっていうことです。で、低下している機能を引き出してからクロスモーションの実際の練習をしていくっていう流れになっています。で、ここまでが、今日私が用意した話になります。少しでも皆さん の臨床のお役に、立ったならば、幸いだと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます、立石先生。ありがとうございます。非常にですね、フェーズ病院で術後からしっかりとリハビリしていただいて、どういうコンセプトでね行っていただいているかということも非常にこうエビデンスをまとめていただいて、分かりやすく解説していただきました。質問あともうちょっとお受けしていいですかね。はい、大丈夫です。はい、質問なんかある方いかがですかね。大丈夫ですかね。二平先生とかいいですか。大丈夫かな。石田先生。はい。はい。声でもいいですか。はい、どうぞ。貴重な講演ありがとうございます。股関節の術後に特化したリハビリなんですけれども、そのフェーズ1からフェーズ4の中で僕らが臨床で実際困っているところとかにも非常に役立ちそうなので、明日から臨床に応用させていただきます。すみません、僕は、函館市内の、病院で麻酔科やってまして、ペインクリニックで、たまにハイドロリリースっていう生理食塩水の注射とかやったりするんですけども、その内田先生のチームでその股関節の手術をやられて、その立石先生たちがリハビリをやっていく過程で、その、ハイドロリリースの介入とかっていうのは結構な割合でありますか。私答えたらいいですか。先生答えられますか。立石先生先に答え。結構お願いしないといけない場面っていうのはあります。ただお願いをしなくていいように自分たちでやらないといけないというふうには思ってますけども、先ほどのやっぱり AIS の周りの、ところっていうのは、よく先生に内田先生とか宇都宮先生にお願いするっていうことが多々あります。はい、臨床的にですね、ハイドロリリースをしないといけないシチュエーションは、術後の問題点としては AIIS とイリオキャプスラリスのところのやっぱり滑走不全で、術後にやっぱりあそこが かなり癒着をしている症例ですね。あとは仙腸関節、あとは梨状筋ですかね、あそこの部分ってどうしても理学療法士の手が届かない、アプローチしにくいところですので、そういった症状が出た症例は行う場合があります。で、大体1割ぐらいですかね、1割ぐらいの症例は行ってます。で、その部分っていうのは術後早期にはあまりできるだけやらないようにして、理学療法士の先生にお任せして、で
あとはやっぱり機能不全で起こってくる症例があるので、まあ、そういった症例に関しては、まあ、術後1ヶ月以上経ってから困る症例はハイドロリリースをするようにしています。あとはポータルの癒着のところで、例えば神経が攻略される、例えば大腿外側皮神経が攻略されるような症例に関しては、まあ、症状が強い症例に対しては早めにアプローチをする場合もあります。お答えになったでしょうか？はい、大変参考になりました。どうもありがとうございます。小野先生からドクターは手術前に脊椎の評価はされますかということなんですけれども、できるだけ脊椎の症状と脊椎からですね股関節痛くる症例ってあるんですよね。例えば L1、L2 の症状で、例えば腸骨鼠径神経や腸骨下腹神経などの症状でですね、もう本当に股関節が痛いっていう症例もありますので、できるだけ脊椎から来てないかどうかっていうのを合わせて行うようにしてますけれども、やはり僕が手術した後の小野先生がね、リハビリしてなかなか困った症例っていうのはやっぱり側弯症ですかね。やっぱり一番困ってるのは、そういった側弯症に関してはやはりちょっともう少し術前にしっかり評価してアプローチしないといけないのかなっていうふうに思ってます。この先生いいでしょうか？下平先生、下平博樹先生が、特に大学は入院期間の短縮を求められていますが、フェーズ2が終了するまでやはり入院はした方が無難でしょうか、いつから外来リハビリでも大丈夫でしょうかっていう質問が来てますけれども、立石先生どうですかね？そうですね、難重するというか、我々が安心するのはドッポになってから、ドッポで保養が良くなってからっていうのが一番理想かなと思います。っていうのも、その最初にやっぱり起こすトラブルの時期として杖を外す段階なんですよね。あそこを乗り越えられるかどうかっていうのが非常に重要なので、できればその時期まで入院できればいいですし、入院が難しい場合でも当院の場合、今外来のリハをかなり制限してまして、週に1回ぐらいしかできないんですよね。週に1回ぐらいでその見ていくっていうのがちょっと難しい部分があるので、そういう状況下だったら入院してた方がいいですし、まあ、週にそのもうほぼ毎日まではいかないですけど、2日に1回ぐらい見れるんであれば外来でもいいのかなと思うんですけど、はい、そういう感じです、はい。なかなか入院期間が長くなると難しいですね、大学病院はね。若松病院みたいに例えば地域包括などのそういった長めのリハビリをできるような環境があればいいんでしょうけれども、あとは回復期リハがあるところに転院をしていくっていうのがいいんですかね。まあ、とにかくさっき立石先生が荷重を早めにしても関係ないっていう、あまり差がないっていう論文がありましたよね。だからいかに荷重を早めに回復し松葉剤を取るかっていうのは、術後早期に理学療法士がどのようにアプローチするかってことだと思うんですよね。いいですかね、はい。あと二平先生から、骨盤分離運動に対関しての質問ですと。私が見る患者さんは股関節関連以外のグローインペインの患者さんが多いのですが、そのような患者さんに対してはあえて股関節を動かすように骨盤の分離運動を行っています。仙骨に対して左右の寛骨の動きを出すイメージで行っていますが、股関節の術後患者さんにはあまり動かさない方がいいのでしょうかということですけど、立石先生。そうですね、股関節、私が見てる感じだと股関節を動かさない方が、そもそも股関節が動かしやすい、要はオーバーユースの状態になっているというふうに判断してますので、股関節を動かさずに骨盤だけ分離させるという動きが大事、先ほども示したような動きが大事かなと思っています。あとはその胸郭だけ分離させるという動きとかですね、股関節以外の場所をそこだけで動かすという機能を重視しています。はい、そうですね。岡西先生から、CKC の機能は側部機能と関与してますが、側部の機能に関してはどのように評価をされていますか？ありがとうございます。まず第一に肺屈制限ですね。肺屈制限があると、もう
アーチも潰れますし、そうですね、アーチ潰れて、股関節が内転内旋、トレンデンブルグ出やすくなるので、そこは注意しています。あとは、そうですね、よくあるのが、ITT を取った後、まあ、関節芯の再建とかで ITT を取った後に、外側がバツバツに、こう硬くなる、股関節内転制限とかも出ちゃう患者さんがいるんですけども、どうしてもそういう方は小手荷重になりやすくて、どうしてもそのなんて言うんですかね、母趾側で体重かけるっていうのができなくなるので、その点は、評価してますかね、内側にかけれる機能があるかっていうのは評価してます。答えになってますでしょうか。側部機能に関しては特に足関節側部の内側アーチのところと、あとあれですかね、あと足関節のやっぱり背屈制限と不安定性ですかね、不安定性、だからもうやっぱり内反捻挫がもう何度も何度も起こってるような、足関節、足関節の不安定があるような症例はやっぱり股関節がちょっと内転気味なんですかね。でそれで股関節が痛いって患者さんいらっしゃると思うんですよね。で、まあ、股関節、足から先に手術すると股関節がちょっとこう改善するっていう症例もやっぱり経験したので、やはり足関節の機能をやっぱり十分に、もう股関節だけじゃなくて膝もそうですね、足関節、脊椎から全部強化してからアプローチしていくっていうのがやはり、最もいいコンプリヘンシブなアプローチになるのかなというふうに思ってます。宇都宮先生からは、今回の発表の趣旨とは少し異なって恐縮ですが、フェーズ2のような機能障害を有、フェーズ2のような機能障害を有する人は手術する前の保存療法の症例で何割ぐらいいますか。ちょっと意味わかりますか。保存療法の前でああいう機能障害がある人がどれぐらいいるかってことですよね。もうほぼほぼいるんじゃないかなと思うんですよね。っていうと、フェーズ2のような機能障害っていうと、さっき示したようなコアスタビリティの低下とか、胸郭の可動域制限ってことですかね。それはもうほぼ前例で、PM テストが陽性の場合だと、何らかの胸郭の問題か、コアスタビリティの問題っていうのが、ほぼほぼあるのかなと思いますね。で、それが機能障害だけで完結する問題なのか、その関節芯自体の問題ですね、股関節自体の痛みのために全身 この例えば筋緊張が上がってとか、痛みの連鎖で筋の柔軟性が低下しているような状態とかに陥っている場合は、リハでは、改善しにくい傾向があるので、機能障害としてはほぼ前例にあると言ってもいいんじゃないかなと思います。ただリハで解決できる問題だけじゃないっていう感じですね、はい、ありがとうございます。吉田先生、今日はありがとうございます。はい、いえいえ。先生、なんかコメントをお願いしたいんですけど。ありがとうございます。やっぱ股関節の疾患の方はかなり仙腸関節の症状を合併していることは多いと思うんですよね。で、多くが股関節痛あると屈曲位での歩行か骨盤回旋を入れないでの歩行で、股関節の屈曲が今度膝の屈曲も招いてしまうんで、要は脚長差ができてしまうんですね。もともとの脚長差はなくても、股関節の痛みのために屈曲位を取ることで脚長差が来る。そうするとほとんどの場合は同側の仙腸関節の痛みを伴っている、結構多いので、まあ、僕はまず屈曲拘縮を解除することを重点的にやってます。それからもう一つは多くの場合やっぱり梨状筋の緊張が高くて、それによって上前神経、下前神経の症状を伴っているものも多いように思うので、そこもハイドローと、リハで
梨状筋緩めて両方の神経の、機能を、取り戻すということをやると電筋群が安定して小電中電だと左右の、 速報動揺性の改善につながりますし、大電筋が機能しやすくなることによって、骨盤後傾が改善されるというようなことを、治療の主眼においてやってます。ありがとうございます。ありがとうございます。非常に参考になりました。それでは大体質問を、もう一個、小川先生、胸郭の回線可動性のモーターコントロールに関する質問です。観測への回線可動性が低下するとのことでしたが、当院ではオペ後の症例より保存的に過量されている方が多く、そういった方に対してももし頭皮性に回線を制限するのであれば回線可動性を出していくと痛みが出てしまったりしないのかなとか少し不安に感じておりますが、その辺に関しての知見をご教授いただけるとありがたいです。ありがとうございます。頭皮性にっていうことなんですけども、その純粋な胸郭の回線だけであれば痛みは股関節には出ないんじゃないかなと思うんですよね。頭皮性っていうのは例えば回線をしようとしたときに股関節も一緒に回線をしちゃうから、それが怖いから動かしたくないっていうことですかね、質問の意図としては。もしそうなら、骨盤を固定して股関節を一切動かさないような状態を作って、胸郭の回線を出すっていう動きが、いいのかなっていうふうに感じてます。うち当院でも多いんですよ。胸郭回線しようとすると股関節が痛いっていうケースがあるので、よくよく見てみると、胸郭が硬すぎてそこが動かない分をその胸郭から下の部分ですね、で回線しようとして結果股関節も回線しちゃってるっていうケースが多いので、胸郭をだけ動かすっていうことを注意してやれば問題ないんじゃないかなというふうに思います。なかなか、結構胸郭、健康胸郭って結構大事ですよね。めちゃめちゃ大事です。例えばね、さっきのその先生が言ったのはドゥシャンになった時に、はいはいはい、ドゥシャンになった時って内転筋が緊張しますよね。内転筋になった時は内転筋の活動も上がりますね、はい、うん、内転筋の活動が上がると閉鎖神経がね、例えば圧迫されて、で閉鎖神経圧迫されると、はい、閉鎖神経の、ね、内側あの 股関節脂、ね、うんうん、圧迫されて、でそれで結構術後にね、その例えばこう結構フェーズ3まで行ってて順調に行ってたのに、なんか胸郭の動きがこうものすごくこう、ね、制限されてるような症例で、例えばちょっとこうスポーツに戻った時にドゥシャンになって内転筋がこうキュッとこう、あ、股関節がいったので、また先生再発したんじゃないですかとか言って来たりとかするんですよね。だからそのフェーズ1フェーズ2でその先生たちがずっとこうやってて、で先生たちの手から離れてね、離れて例えばトレーナーに渡す、自分たちでリハするって言った時に、そういったことが起こらないようにね、やっぱりこうしていくにはどうしたらいいですかね。教育、エデュケーションが大事だと思うんですよね、やっぱ。そうですね、うん、あとはトレーナーとの連携ですね。そこが大きいかなと思いますね、うん、やはり院内で私自身もですけどトレーナーの先生と関わる機会っていうのがあまりないので、うん、今日フェーズ4の話はしてないですけど、フェーズ4の段階でその情報共有っていうのがあんまりできてない部分がありますので、そこの部分は大事かなというふうに思います。じゃあ 第2弾があるってことですよね、フェーズ3、フェーズ4の。いや、今日もフェーズ3したんでもいいんじゃないですか。わかりました。フェーズ4はちょっと誰かに任せる。はい。今日は皆さん、お休みのところ参加していただいてありがとうございました。また第3弾は3月にまた予定してますので。また皆さん参加していただければと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。これで終了したいと思います。失礼いたします。先生、ありがとうございました。ありがとう。
あ、緊張しました。よかったよ、でも。ありがとうございます。うん、ものすごくよかったね。ありがとうございます。早く緊急事態宣言が。あげたらですね。あげたら、ちょっと焼肉行かないで。いいですか。お願いします、先生。また。なかなか、よかったよ。あ、本当ですか。ちょっとエビデンスで武装 しまくってたね。しまくってました。昨日慌てて作りました。やばいやばいと思って。よかったよ。ね、うん、はい、でもなんか、小野先生と吉田先生にも参加していただいて、本当に。あ、本当、ありがたいですね。ね、うん、本当、全国から。関連の先生たちが結構参加してくださって、はい、まあ、非常に。ありがとうございます。僕らもすごい勉強になったし。そうですね。はい、またこれからも、よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、そしたらじゃあこれ終了しますね。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。失礼します。